歌詞のの世界観がこうものすごいといとうか非常にこう詩的といいますかポエティックといいますかはいそういったこう世界に広がっているなという印象がありましてやっぱりその辺に何かこだわりがあるんではなかろうかということでまあ事前にですね 言葉選びそして歌詞へのこだわりについて、はいえー、アンケートさせていただいたところ、はい、そのお答えが「歌いたい事柄をいかに短い言葉に置き換えるか、はい、ということは考えます」という、はいえー、お答えいただいたんですが、はいはい、これはその真意をもう少し伺ってみたいんですけれども <laughs> いかに短い言葉に置き換えるかこれすごくポイントだなと僕は思ったんですがはい、はい、どういったお考えだったんですかこれは。 メロディーに合わな,な,合わない、はい、気持ちよく歌えないので、はい、でも頭の中ではまあ歌いたいことがあるとしてでここが自分でもあまりよく説明つかないんですけど自分の中のフィルター通してなんか言葉が出るっていう感じで。はい <laughs> で 例えば動詞だとするんですけど、はい、この動詞を仮に名詞とかに置き換えるとしたら何だろうって考えたりとか。動詞を名に、うん、置き換えるとしたらどうだろうとか、はい、これは何て言うのかな,なんかそういう言葉遊びみたいなのは好きなのもあるのと、ええ、いかに言葉を短くするかっていうことが、うん、まあもともとその。 歌詞だだけでで読読んにに詩としててめるるようにっていうっいののもあリズムが大事になる気がして、はい、だからこそ言葉をあまりずらずらと長く言わないっていうのとう、はい、日本人だからこそその言葉の奥行きを読み取ることができるのではないかっていうのもあるので、はい、あんまり言葉数多くしないようにはしますね。非常にまあその辺の辺感性が、うん いわゆる日本人らしさというかそのわびさびじゃないですけど多くを語らずに、うんえー、いろんなことを、まあ、想像させ、うん、なんかしてもらえるんじゃないのかなっていうのはすごくありますし、はいはい、もっとこう。 研ぎ澄ますことはできるんじゃないかな言葉はっていうふうに思うので。うんはい、そういう意味でも、やっぱり本はとても自分を読むって、本を読むのは大事な<ー>ことかなっていうのはあります、ね。確かにそうですね。うん、そこで、こういろいろな言葉がそこに並んでいて。いろ、うんうん、んなところに刺激を受ける、うん、わけですよね。とても印象的だった言葉から曲を作ることもありますし。はい、自分にとっては、その言葉っていうのはとても大事なものではありますね。あの、歌詞を読んだ時に、ちゃんとそれが、はい。 歌ではそのメロディーに乗っかっているものだけではなくて、うん、文字とととして見たににちゃんと詩のようにと、うん、そうですね日記じゃなくて詩,詩がいいなっていうのがあって、はい、いわゆるその歌謡曲と言われるものであったり、はい、J−POP と呼ばれるもの、はい、その現代の歌ものというのは、はい、いろんな歌詞のパターンがあるわけじゃないですかラップもあるわけですし、はい、で本当にご自身の彼女に対しての言葉だけを並べたみたいな。うんうんうん ものもあったりとか、うんはい、なんかその辺の美学というのが笹川さんにはあるのかなとご自身の何か特別なものが。そうですね。一応そこはあの自分にとってはこだわりというか、はい、最初からなんか気にしてやっているところではあります、ね。それはもうじゃ小学生の時にこう作り始めた時から、うん。最初からこう言葉に紙に書いた時に綺麗に合わさるようにというか、詩、はい、で読めるようにっていうのはなんか。 まあ、ツイになってるとか、はい、ワンコーラスメとツーコーラスメとかここの言葉がツイになってるとかかそういうのは気にしたりします、ね。うん、そこに、うん、そのご自身が伝えたい思いっていうんですかね、うん、考えっていうのがそもそもこう前に押し出したいものがあって曲を作ってらっしゃるのか、それともあとは皆さんにお任せしますっていうこう何か半分までは。 言うけどそれ以上のことは言いませんっていうスタンスで曲を書かれているのかその辺って考え方はありますかあの去年15週の迎えるにあたって、まあ、たくさん取材をさせ、まあ、あのしていただいた時に、はい、あそうなんだわと思ったんですけど私結局いつも一人称か二人称の歌しか歌わないというか自分で完結する曲をすごく多いんですよね、はい、だからこれを聞いて元気になってねっていうような応援ソングを書けないというか 自分の中で完結してることが多いのでだから多分もうあの今ケニーさんが言った「後者の方」ですよねこういうふうに聴いてほしいというよりは私こんなふうな曲歌ったんですけど皆さんがあのいいようにとってください、うん、それでなんかこ,うこの曲好きだなって思ってもらったらそれこそ本当嬉しいですっていう感じの作り方はしますね。うん、ただ近年やっぱり 聴いてもらいたい人を意識して作るっていうやり方はするんですけど、はい、それでもやっぱり自分に置き換えないと私は曲が作れないのでどううししてても一人称二人称称二になってしまうことは多いですそこから聴き手がそうです、ね、どのように解釈するかというのはうん、うん、もうお任せというか、うん、逆にそういうふうに聴いてもらって自分の曲として自分の。 人生に何かそぐわせてもらえたらすごく幸せかなって思います<ー>、はい、そういう思いがあったんですね、うんはい、チャンネル c 43ヴェンテージミュージックヴェンテージミュージック引き続き笹川美和さんにお話を伺っていきたいと思いますが、はいえー、ここでですね、はい、ちょっと僕からも一つ 笹川さんの推し曲ということで紹介させていただきたいんですけれども僕が特に感銘というかなん、はい、だこの曲はと思ってしまったのが、はい、今日といの曲なんですけれどもまあちょっとあの僕の分析から先にあの紹介させていただきますね。はいはい、これあの、まあ、先ほど 歌詞をパッて目でこう追ってった時に詩のように見えるという本当にその言葉の通りでして今日日ととという日々というう言葉がずっと連続して出て出くるんですよね必ず一行にそれがまずスタートとしてあってその後ろに違う言葉というかメッセージが変わっていくその繰り返しなんだけれどもその繰り返しの中にあるいろんな変化がまず表現されていて。 素敵だなと思ったのが、はいその「今日という日々は」とか「今日という日々で」とか「うん、今日という日々に」うん、などその「今日という日々」の後ろに来る前置詞の違いだけで、うんはい、こんなにもこう目線が変わるのかというかいろんな世界が表現できるのかというんかそこに日本語のやっぱりこう奥ゆかしさというか簡潔なんだけれども違う世界にこう連れていくという。 ことが非常にまあギミックとしてもすごいなと聞いていて思ったんですね。すでこれアレンジメントもサビという部分がメロディーではないですよね。うん、うないんですよね。なのでその曲の起伏みたいなものも特にメロディーではつけずにそのバックでなっているアレンジでいろんなこうドラマの展開をさしていくんですけれどもこれ曲の終わり方は あのフェードアウトなんですよね、うん、なのでこの「今日という日々」という中でえ歌われているその内容が死生観も出てくるかなというぐらいこうえ死というもの生きているということいろ、うん、んなことをえ淡々と笹川さんが歌っていてあんまりこうそこにこう壮大さをあえてつけていない感じといいますかボーカルに関しては。で曲はフェードアウトしていくので結局 終わってはいないという世界でこう幕を引いているのかなというなんかそういったことをいろいろ考えさせられる楽曲だったんですよ、ねあ。あすごい深く読み込んでくださってあ、はいこの曲一気に十五分ぐらいで書いた曲なんですよ。確かそんな短くですか。で,すよでもそれぐらいの勢いを持ってと。うん、そ,そうなんですよね。はい なんか感情がすごくこうバーって盛り上がった時に確か作った曲だったと思うんですけどでちょっとここで、はいえー、その曲を皆さんにも聴いていただきたいと思います、はい、ではお届けしましょう笹川美和で今日お送りしているのは笹川美和でやはりこう聴いていて、うん、こう全くおしゃれいてです全く 押し付けがないといとうか <laughs> でもすごく大きなことも歌っているしでも身近なことでもあるというすごくその、まあ、世界のバランスがものすごい曲だなと思いましたけれどもあそうですねなんか自分に対して歌っているというか確認というか、はい、あのやっぱりどうしても今日 明日も続いていてくしその中でいいことも悪いこともあってきれいごとじゃ絶対に済まされないこともあるし諦めを覚えて生きていかなきゃいけないんだっていうのももうこの年になると覚えたりして、はい、その中でも常々思うのが死ぬ 時に、あ、幸せだったと思えれば、それはもう勝ちなんじゃないかなって思って、はい、まあ人生勝ち負けはないと思うんですけど。<あ>自分の人生において、人生においてもし、こそ、あ、もう明日する、もう死ぬ直前の時に、あ、私は幸せだったわと思えたら。もうそれはきっと人生勝ちなんだろうと思うので、だからこそ、そう、そういうふうに思えるように。 いろんなことも諦めるのも正解だしと思ってなんかそういうふうな感じで作った感じがありますかねそれをまあご自身自分でこう言葉にしながら人生ってそういうことかっていう自分にも悟し聞かすじゃないですけどだからそんなに思い悩むなよっていうのを自分に聞かせたりっていうところはありますかねそうなんですね一番最後にあのただそれだけのことで えー、今日という日々はそれ以上でもないっていう、はい、ねっんかそんなに今日だからでも明日もあるからっていうのはとても誰にでもね必ず明日は来るので、はい、明日は本当に嫌だと思うことあるかもしれないけどでも明日来るからっていうのもあるので、うん、まあなるべくプラス思考で考えれれば ね、となんてことはないんだけど私はとても実はネガティバーなのでネネガティバー <laughs> ネガテティィババーーなので自分にこうまあそんな重く考えなっていうのは自分にも置き換えてっていうとこがありますかね。うんうんうん、うそういうふうに考えてしまっているからこそなのかもしれないですね。 Channel C43. Channel C43. Channel C43. Hope you enjoyed the great music and exclusive talk on Vintage Music.